新潟の皆さん、サポーターの皆さん、こんにちは。アルビレックス新潟の山木翔です。先週行われた水戸ホーリーホック戦で勝利し、3連勝を達成することができました。これもいつもスタジアムで熱い応援を送ってくださるサポーターの皆さんのおかげです。改めてありがとうございます。個人的には、勝利につながるゴールをすることができて、非常に嬉しく思いますし、皆さんとその勝利を、分かち合うことができて本当に良かったなと思います。僕たちは勝ち続けることで多くの新潟の皆さんの応援に応えていきたい、そう思っています。今週末9月29日土曜日はアウェーでファジアーノ岡山と対戦します。この試合も、目指すは勝利だけ。サポーターの皆さん、一緒に戦いましょう。そして10月6日土曜日、殿下ビッグスワンスタジアムで蒲田周りサヌキとの対戦となります。開幕戦での、いいイメージを持ち、しっかりとホームで勝利し、ビッグスワンで勝って、また一緒に喜びを分かち合いましょう。キックオフは午後2時からです。ぜひビッグスワンで熱い応援をよろしくお願いします。